ワッキー貝山の夏ガチャ紹介。マツリワッキー、ワッキーチャイナです。ワンワンザハンです。はい、今回もレトロのガチャガチャ、コスモスの自販機のオリジナルボックスから紹介します。よっ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 、行きますよ。行きましょう。はい、はい、出た出た出ました。今回なんでしょうね。はい、超団体ロボ、うん、待て待て、ギャラクティックハリアー。なんか昔のドラえもん。ギャラクティックハリア、超合体ロボ、ね、銀河ハリアーね。銀河がギャラクティックと書いてあるんですね。これはあのアーカイブにも合体ロボとかありましたけども、ありました。あれはあれでまあまあ揃ったんですよ。そしたらまた新たな合体ロボ好きないですね。あら、ごめんな、ね、ハンナちゃん、コメントしづらいよ、ほら当時のまんま不費で、プラモデルですからね。はい、これ実はあのきちっと組み立てられて入ってる場合もあるし、えこうやってあの、はい、プラモデルで作ってねっていうのもあるので、この同じシリーズで、そうそう、中身のさ、はい、おお、特技か、ほら、専門芸人、お、これ1号機だね。1号機だと、うん、組み立て方な、多分これ黄色ですなんですけど、はい、なぜかブルーね。あれあれ、こっちが1号機か、どうした。え、形的には黄色ですよね。違うよね、黄色ですよね。うん、味ってやつでした。味だね、はい、これもう何十年と畳まれて、今初めて開けたんですよ。すごい黄色くないですもんね。黄色くないね、これね。綺麗にも感じた。今だとこれやっぱりもうギャラクティックハリアーの超合体ロボ、見てるの難しいんだろうね、このやつね。エアボンってやつですね。プラモデル好きな方もこれだけでもね、やべえなって思う人は思うんですよね。ハンナちゃんどうですかね。これ見て、これ見て、あー、何がこれできるんだろうって感じですね。もうコレクターとしては組み立てません。組み立てな、このままで、これがもういいんですよ。当時のまんまね。魔法の8切れじゃないのもすごいですね。こんだけちゃんとちゃんとこれ保管してたからですよ。初期化じゃないですもんね。ここから出すの初めてなんでしょう。わはい、ということで今回はですね、はい、まあ、3号機までね、2号機と3号機はドッキングできるんですね。あ、1号機は2号機と3号機の上に乗せるだけです。あドッキングしたいね、したいですね。はい、はい、ということで超合体ロボ銀河ハリアーと書いてギャラクティックハリアーね。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタン、コメントもお待ちしております。はい、目指せ